こんにちは。さあ、豊さん、佐々木朗希投手、クライマックスシリーズのファーストステージ初戦で、素晴らしいピッチングを見せましたけれども、いやー、打てないなー、打てなかったですね。まあ、日本ハムのいろんな選手に聞いたら、変化球が増えてるということを分かってるんだよ。で、次の日、負けた次の日聞いたら、確かに変化球が増えてるのは分かりますと。でもね、やっぱまっすぐが気になってしょうがないって、いやだから、まあ、変化球に絞るっつってもなかなか難しかったっていうね。あ、それで打てなくなって、ね、まあ、打てないというか、まあ、圧倒されたというかね、はい、まあ圧巻だったな、あのピッチングは。そうですよね。その佐々木朗希投手、まあ、ロッテは敗退してしまったので今シーズンは終わってしまったんですが、近日中に球団と話し合いを持ち、今オフのメジャー挑戦を要望することが14日分かったという記事が出ました。まあ規定路線だよな。そう、いやだって春先さ、あれだけ揉めてたじゃん。はい、まあある程度話し合いの中で、まあそういうまあ例えば2桁買ったりとかさ、そうなってきたらその話し合いの場を設けてくれますかとか、まあそういう条件付きで今シーズン入ったのかなっていうような感じはしたけどもね。ただシーズンの後半で、今オフは断念という記事も出て、確か動画でも撮ったんですよね。あ、やっぱり今シーズンオフじゃなくてライオフになるんだね。いや、まあそれは俺個人的にはその、まあ、断念っていう前から、はい、やっぱもう少し体をね、それとやっぱきっちり1年間ローテーション、回って、投げていった方が自信にもなるだろうし。まあ本人のためかなって、で向こうで揶揄されるじゃん、やっぱり由伸がさ、日本であれだけ投げてて、優勝経験して、無理して投げて、で向こう行って、まあ、そろそろ投げすぎると故障するよって言ったときに、やっぱ背中の張りとか、まあ、ちょっと違和感を持ち、休養に入った時があったじゃない、まあその時にやっぱり言われたからね、契約失敗だとか。やっぱこう金額が大きいだけにさ、まあだけどやっぱポストシーズンね、ダルビッシュと投げ合った時に、まあ勝ち投手になり、存在感を示して、またその言葉もそういう揶揄されてることも少しずつこう削り取ってはきてるけども、まだまだやっぱり言われてるよね。あれだけタフな選手でもですよね。いや、そうだよな。だから佐々木朗希がいきなり行ってっていう、まあ22歳という若さからすると。向こうでのその鍛える期間とか、まあそういうことも見てるのかもわからないけども、まあ言うように素材はもうメジャーで確実に通用するよね。もちろんそうですよね。ただやっぱそれだけ向こうは金額を動かそうとするから、だからそれに見合った、活躍はねしないと、やっぱこう批判は受けるという。プラスアルファロッテファンの思いというのも。おそらくそこはあるでしょうし、まあ、今シーズン18試合で自身初の2桁となる10勝をマークで、12日の先日のクライマックスシリーズのファーストステージ初戦では、集結した MLB10 球団の前で8回無失点と回答し、改めて存在価値を示したということなんですけれども、ただ、まあそれはあのピッチング見てたらよだれが出ただろうね。いや、また欲しいなっていう感じです。いやいや、そりゃそうだよ。それと多分行きの飛行機、メジャーのこれスカウトだろうなっていう人が数人いたんだよ。あ、そうなんですね。でかいな。体も大勢の。めちゃくちゃだけど、そこまででかくなくてもいいだろみたいな。もう分かりやすいメジャー。分かりやすいよ。もう旗立てとけみたいな。そうです。一行みたいな感じで。どこの球団かね。そうですよね。ただし今シーズンコンディション不良により約2ヶ月、まあ、戦列を離れることもありましたし、やっぱりローテーションという意味では今まで自身の中では守りきったことはないと。まあまあそれはそうだね、でも2ヶ月間投げなくて受賞してるんだよ、まあそれはそれですごいよな。まあ普通にいけば最多数取ってるよ。そうですね。いやいや、そりゃそうだよ。月2勝ずつぐらいするでしょ、そしたらもう14勝になるわけ。まあ最多勝いけますよね。単独いくかみたいなやったらいきますみたいな。そうですよね。いや、そりゃそうよ。で、松本本部長、シーズン中には去就に関する話し合いを持っていないと説明する一方で、 A クラスを決める楽天戦、今回の CS など本当に素晴らしい投球だった、プロ野球で2桁勝つのはもう本当に十分活躍してくれたと僕は思っていますというふうに高い評価を、そこは与えているということで、さらに球団側では、球団社長がかねてから活躍した選手がメジャーに挑戦することは後押ししたいとの方針も、示してきているので、おそらくまた今シーズンオフになったので話し合いがこれから持たれるだろうと。まあそうだね、なんていうの、活躍したとか、はい、夢を持ってる人とか、背中を押したいっていうのは分かるけどもね、はい、ファンがね、そうなんです、ファンあってのプロ野球っていうことを考えるとさ、ファンが許してくれるかどうかだよね。そうなんですよね。その大谷選手ももちろん若くしてメジャーには行きましたけど、そこは多分いろんな話や契約上、もう規定路線だもん、だって日本のプロ野球でやる気はあんまりなかったの。そうですよね。だからそれを日本でこうした方がいいよっていう計画を見せてね、二刀流としてね、で、ああそれだったらそっちの方がいいかなという、本当に良かったと思うよね、大谷はね。そうですね。いきなり言ってもああいう活躍ができたのかもわからないけども、でもすごく日本のファンも掴んでいってるし、そうですね、だからすごく応援者も多いよね。ですよね。で、やっぱり佐々木投手、やっぱファンとしては、例えば何かしらのタイトルであったり、1年間ローテを守ってだったり、ロッテを優勝っていうところを、でも遅くないんじゃないかっていうファンの声が多い、プラスアルファ、もちろんメジャー挑戦にはポスティングっていうのは球団の容認が必要となります。さらに25歳未満ではマイナー契約に限定され、契約額に連動する球団への譲渡金がだいたい1億から2億円というふうに球団側のメリットとしては非常に薄いという。非常に薄いってまるっきり薄いよ。まるっきり薄いですよね。だって何十億って入る本当は計算なのにさ、そういう計算もね、してないとは思うけど、だけどやっぱあれだけ大事に育てたのにっていうね、保証しないようにっていうね、その代わりの投手も入れなきゃいけない金額で取ってくるのかっていうところもありますもんね、本当だったら。だからもうね、言えばいいんだよ、佐々木を取った球団は、こっちが指名する選手を球団から出さなきゃいけないとかさ、あちらのね、そいつは拒否するだろうけどね。そうでしょうね。いや、なんで俺がロッテに行かなきゃいけないんだって言われるでしょうね。言われるだろうけど、そのぐらいの条件は出したいぐらいだよね。ということは、佐々木朗希投手は若くしても行きたいから、でメジャー側は1億円、2億円で取れるんであれば、すごくお買い得。もう10球団見に来たって、やっぱなんか裏でそういう情報が流れないと見に来ないって、やっぱ22歳、いやいや、うちは25歳からじゃないと行かせませんよっていう、もうそれが絶対もう条件で佐々木を出すっていうんだったら、もう25歳以上って言ったら、もう来ないですよね。なんか絶対見に来ない。ということは、やっぱり何か裏で、やっぱあるから来るんだ。そうか、そんなわざわざお前さ来ないよ。彼らだって暇じゃないんだから。そうですね、わざわざね、往復日本まで。そうだ、そうか。ということは、何かもうね、ちょっと進んでいる交渉事とか、そういったものはなんか裏で動いてるのかなもうっていう感じはしますよね。だけど俺、佐々木朗希を見に来ながら、万ちゃんとか万波中正とか、清宮もそうだと思うけど、水谷もそうだよな、やっぱああいう素材のいい選手を見てると思うよ。多分そうですね。たった一人だけを見るってことはしないで、多分何人かの選手も見てるってことですね。いや、絶対見てるよ。そうか。そら万ちゃんの魅力あるもん。ずっと参戦現地で行ってましたけれども、疲れちゃったよね。気が入るから。いや、もうすごい試合をねしてたので、でも間近でやっぱり万波中正選手とか、水谷選手、清宮選手見てて、やっぱりすごかったですか？ホームラン、やっぱホームランはすごかったな。なんか爆発音みたいなのがしたからね。ああ、そうなんですね。うわ、いった思って。やっぱ性格、そういうのも含め、万ちゃんとかもメジャーに行けるような選手やな。そうですよね、きっと。まあね、佐々木朗希投手、去年から今年にかけていろんな報道が出されて、球団側も佐々木朗希投手がそういう悪者とかそういうことではなくて、きちんと話し合い持ってますよっていうことはもう話されてますし、行きたいことは一番いけないのは、まずポスティングを容認したっていうことだよね、歴史的に。はい、だからそういうシステムがあるんだということで早めようとする人、これはもう当然そうだし、やっぱ WBC とか行って、向こうの球場とか向こうの施設だとか、キャンプ場も含めて練習するからね、見た時にやっぱこういうところで、だって俺らが行った時でも、アメリカに住もうかなって思っちゃうもんね。やっぱそのぐらい環境もいいんですね。環境っていうか、やっぱ野球やる環境は整ってるよね。生活する環境は日本の方がいいかもわからないけども、やっぱり野球という一つの括りにしちゃうと、やっぱアメリカっていいなって思うよね。そうですよね。ただやっぱりこうで毎年毎年何ヶ月間か離脱とかローテがっていうと、なんかこう佐々木朗希投手だけなんか優待部なのかなとか思ってしまったりとか、やっぱり金の卵だからね、ああいう素材ってなかなかいないから、故障させたら、やっぱ球団が叩かれたりだとかさ、いろいろするから。慎重にはなってたことは思うけどもね、だけどまだ体が完全に出来上がってないんだったら、日本でしっかり体作ってね、そうですね、もう第一線からマウンドに上がるぐらいの、なんかこのままだとこう向こう行って故障されると、やっぱいろいろこう辛い思いするよ、本人がですよね、本人が辛い思いするしね、だから。それはどうなのかなと思うよ。ダルビッシュに聞いてみたいね。どっちがいいかっていうのは。確かにそうですね。ダルビッシュ投手もなんか去年かな今年かな、その佐々木朗希投手行かせてあげてみたいなコメントも。そうだね。SNSでは出してます。それはもうやっぱ俺らでもメジャーで投球がどのぐらい通用するかっていうのを見てみたいしね。で素材的にはもう完全にいける素材だし、で行っても本当堂々と立ち向かえる素材だから生かしてあげたいけど、いかんせん体が心配だからね。そうなんですよね。これは親心ということで、聞いといてほしいんだけども、やっぱこうなんていうのかな、向こう行って体作りながら投げる、そういうこともあるだろうけども、しっかりもう1年間かけて作り上げたら相当強靭な体ってできると思うんだよね。それでも遅くないんじゃないかっていうね、慌てるなよっていうような俺は感じがするけどね。そうですね。あとはやっぱりポスティングシステムっていうのは、球団のいわゆる行為というか、容認がない、容認がないともちろんいけないですし、特にやっぱり22歳なので、その年齢的なことを考えても、そのね、球団が育てたっていう、そしてそのメリットっていうのはそれはいろいろ考えながら、そうだね。だからソフトバンクの方はね、そういうポスティングシステムっていうのはあまり容認してなくて、千賀がね、行きたい行きたいって言いながらでも、やっぱり FA を取って、しっかり行ったと、なんていうんだろうな、そのポスティングには応じてくれそうなんで、今年かどうかわからないけども。だからそこまではね、一生懸命こう体を作ることに専念してほしいなとは思うんですね。そうですよね。これ仮に例えば今後成立するとすると、もちろんマイナー契約になるので、どこかの球団のまずマイナー選手から始まる。ただすぐ最初はねですよね。ただすぐメジャーに上がる。よかったらメジャーに行くよ。ですよね。もうそういう契約も多分ね、青写真みたいなのができてるよ。絶対そうですよね。そりゃそうなの。そんなさ、来てからどうのこうのって言わないよ。じゃなかったら見に来ないよ。確かにそうですね。メジャーで使えるから見に来てるわけだから。いろんなものが規定路線というか。赤ちゃん生まれた。どんな赤ちゃんかなみたいな。そんなのじゃないんだよね。もう知ってる。もう成人した、いい青年だなみたいな、そういう感じなんだから。そうですよね。さあ今オフ、佐々木朗希投手メジャー行くのか、それとも、来年もロッテのユニフォームを着て戦ってくれるのか、動向に注目していきたいと思います。